電池さんもないのかな。はい、皆さんこんにちは、わったんです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、モスバーガーに新しくビーガンバーガーができたってことで、買いに来てます。家族の分も全員、はい、で僕神奈川県に住んでるんで、そうですね、なんか東京の数店舗と、あと神奈川県では江ノ島のモスバーガーのみ販売されてるってことで、ちょっと羽を伸ばしに一人で買いに来ました。車も汚れてるし、僕髪の毛ボサボサなんですけど、もう早く食べたくて、ちょっとね、周りではまあ食べた人の感想だったりとか聞いてすごい美味しいらしいんで、もう早速買いに行きたいと思います。じゃあそろそろ着きますんで、はい、じゃあ楽しみにしておいてください。はい、江ノ島のモスバーガーに到着しました。かなり風が強いですね。注文していきます。ドライブスルーがあるんで、ドライブスルーでいっぱい買って、ね、ビーガンメニューを盛り上げるっていう意味でもね、いっぱい買って、ね、家族に持って帰りたいと思います。あ、すいません、ビーガングリーンバーガー、どうしようかな、セットで3つもらえますか。セットってあります。あ、じゃあポテトの S セット3つ、はい、全部グリーンバーガーで、はい、S で大丈夫です。はい、あとごめんなさい、単品でグリーンバーガーもう3つもらっていいですか。はい、間違いないです。はい、以上です。はい、わかりました。はい、ちゃったな。4920円めっちゃ高えじゃん、めっちゃ高えじゃん。でもまあしょうがないですよね。全然俺金あったかな、大丈夫かな。何で支払えんだ。え、現金しか無理って言われたらきついな。現金持たない主義なんでね。ちょっと待てよ、4920円結構いくやん、結構いい値段するんですね。まあまあいいでしょう。よいしょ、3月26日に販売が開始されたモスバーガーのグリーンバーガー、全て植物性で作られているビーガンバーガーのグリーンバーガーというものを購入してきたので、そちらのレビュー動画になります。ではその買ってきた商品を、はい、なんかね、しょぼく見えちゃうんですけど、実はビーガンバーガー、グリーンバーガー6個も買ったんですよ。で、ね、1個が1つあたりいくらでしたっけ、538円、プラス税、538円プラス税で6個買って、グリーンバーガー6個で3580円、セットは3つで、まあ、合計4920円もしました。いや、でもね、いいんですよこれはね、買い物は投票なんで、はい、ビーガンメニューを応援するために4920円、全然問題ないです。ちょっとびっくりしましたけどね、注文した時は。はい、で、このビーガンバーガーなんですけど、3月26日の木曜日に、一斉に販売されたっていう形ですね。ただ一斉といってもですね、東京と神奈川計9店舗だけなんですよ。神奈川と東京の計9店舗だけ、この販売の売れ行き次第で5月頃に全国販売に展開していくというふうに、こちらのネットの記事では書いてありますね。原材料には動物由来の原材料、お肉、魚、卵、乳製品を一切使っていません。で、さらにですね、匂いの強い五燻っていうんですか、五燻って言われている、ネギ、らっきょう、ニラ、ニンニク、玉ねぎ、
こちらを使っていない。なのであの、まあ、口臭が気になったりとか女性の方でも遠慮なく食べていただけると思います。で、パティにはトマトベースのソースを合わせてグリーンリーフや細切りのレタス、トマトといった野菜と一緒にグリーンバンズで挟みました。パティは大豆由来の植物性タンパクをベースにこんにゃくやキャベツを加え食べ応えのあるオリジナルパティです。ほうれん草ピューレを練り込んだ緑色のバンズはふんわりとした食感とほんのりとした野菜の甘みが感じられます。人参やごぼうで食感を出したトマトのソースですね。数種類のハーブを加えることで奥行きのある味わいに仕上げました。原材料に動物性食材を使わないだけでなく美味しさも追求し、健康志向の方をはじめ幅広い方にご満足いただける商品です、っていう形ですね。東京ではこちらに記載しております。大崎店、六本木店、秋葉原、表参道、西銀座、阪急大井町、銀座ライン店、羽田空港、あとは神奈川県の江ノ島、はい、こちらで販売する形になっています。皆さんぜひお早めに購入ください。はい、では早速食べていきます。グリーンバーガー、こんな感じですね。グリーンバーガーですね。あとは、ポテトの S サイズ、これセットですね、はい、ポテト大丈夫なんでね、ビーガーもね、はい、早速中開けていきましょう。おお、本当にバンズが緑ですね。緑色のバンズ。なんか光がね、大丈夫かな、見えるかな、はい。こんな感じです。じゃあ早速いただきます。もちもち具合がすごい美味しいですね。でも弾力も本当にもうお肉のような感じですね。トマトもフレッシュで、美味しい。全部食べちゃいました。うますぎます。本当に何個でも食べれますね、これは。最高。最高でございました。ポテトもありますね、ポテト。ロスってポテトも美味しいですよね。僕はマクドナルドのポテトよりはロスのポテトが好き。いろんな油使ってて体にどうなんだみたいなところもありますけど、動物いじめてなきゃいいですよ、でもね、植物油脂、パーム油って言われてるもの、あれはね、オラウータンがすごい被害を受けてるので、なんか他の国ではパーム油ってしっかり記載するみたいなんですけど、日本では植物油脂って書かれてて、あんまり皆さん懸念してない。
今も毎日あのオランウータンが25匹あの命を落としているっていうデータもあって、なるべくねうちも植物油脂のものは取らないように気をつけています。なるべく、はい、できる限りでいいんです本当に。もしすんぽいとこんな食ってらんないわ、こんならない。 S サイズも食えなくなった。やっぱコーヒーうまいっすね。でもね、あのスターバックスもそうですけど、あんまりね、あのこの上のカッププラスチックの部分あんまもらわないようにした方がいいかもしれないですね。プラスチックはやっぱり 30% が、まあ、しっかり分別してリサイクルに出してでもこう海や川に流れていってしまうっていうデータが出てるので、はい、プラスチックはなるべくあの持たない、もらわない、はい、使用しない、買わない、これ大事です。ね、モスバーガーのレビューなのにね、うるさいですよね。はい、ちょっと待ってください。モスバーガーまだ食う？はい、完食しました。完食しました。そうですね、ビーガングリーンバーガーすごい美味しかったです。味も美味しかったですし、食べ応えもあってすごい美味しかったんですけど、あの、まあ、原材料問い合わせてみたところ、原材料に植物油脂ってパーマ油っていうものがやっぱり使われてるらしいので、まあそういうパーマ油がこう動物に被害があるってこともしっかりこう企業の方にお伝えしていただく、そういう言葉がね、一つ一つがまた企業のそういう商品開発とかで、あのまた一役買うと思うので、まあぜひ皆さん、あの声がねたくさん届けば、また、まあ、オリーブオイルだったりとか、まあ、米油だったりとか、まあ、動物に被害のない油をあの使ってもらえると思うので、そういう声を上げてもらえれば。でも本当にね、このグリーンバーガーを開発したモスバーガーさん、僕はもうものすごく一消費者としてものすごく評価しております。はい、あのね、某ハンバーガー屋さんはなかなかそういう植物系のあのハンバーガー出ないですけど、まあモスバーガーさん、あの他のページにもありましたけど、 SDGs であのみんなの健康をしっかり守りましょうよっていう、いいものと悪いものしっかり分別してあのね、あの提供していきましょうというところにものすごく紳士的にあの取り組んでらっしゃるので、僕はあのものすごく一消費者として評価したいなと思います。モスバーガーさん頑張ってください。はい、はい、まあ、結論、ビーガンバーガーすごい美味しかったです。ぜひ皆さん買って食べてみてください。で、あのね、植物油脂パーマ油の使用をなるべく控えてくださいって企業の方にお伝えしていただければいいなと思います。はい、では本日の動画はこの辺で、ごちそうさまでした。ありがとうございました。バイバイ。